パリ、大丈夫？ああ、ちょっと目が回っただけだ。それより、奴はどこへ行った？多分この山の向こう。そうか。じゃあまず崖の上に戻らないとな。向こうに何かあるよ。あの建物から上に行けそうだな。よし、あそこに向かうぞ。ついてこい。嫌だよ。単独で行くのはまずいな。すごく大きな機械。ゴミ処理用に使われてるクレーンだ。この先は道がない。クレーンを登るしかないな。落ちたら大変だね。もう少しだ。頑張れるか。ここは鉱山の入り口か。パリ、この下にある施設、あの人はそこにいると思う。何か思い出したのか。この景色、見たことがあるような気がするの。初めて来たはずなのに。ああ、まだ記憶が不完全だから混乱してるんだろう。無理するな。半年間必死に探し回ったんだ。わずかな手がかりだとしても無駄にはしない。よし、降りるぞ。死ね、ナタリア。腕輪から声が。過ぎ去りし審判の報い。次こそ、ナタリア、死ね。この声はあれ。大丈夫だ、ナタリア。お前は俺が守る。
ナタリアを置いてはいけんな。ついてこい。ガスカ、危ないからお前は待ってろ。いや、一緒に行く。本当に大丈夫か？無理するなよ。長くは持ちそうにないな。できるだけ息を止めるんだ。うん。さあ、まだ下に続いてるのか。あの人も下に。降りる方法を探そう。そこで待ってろ。この鍵はもらっとくか。どこかで使えるかもしれんからな。一緒に来て。今行く。バリー、早く来て。あの換気システムを作動させればガスをなんとかできるかもしれない。そこで待ってろ。
このエレベーターで降りられそうだな。なぜアレックスはお前を狙う？わからないの。あの人に会って少しお話をしてたら眠くなって。そうか、やはり本人に聞く以外なさそうだな。こいつは最悪のスープだな。登録を確認しました。ナタリア、なぜ？わからない。これ以上お前の好きにはさせん。パリ、なぜこんなところに洋館が？すごい綺麗なお屋敷。俺にとってはトラウマだ。十何年も前の事件を思い出した。この化け物どももアレックスの仕業だったか。やはりウロボロスウイルスもアレックスの手にあったか。そこで待ってろ。
疲れただろう、ナタリア。少し休むか。ありがとう、バリー。大丈夫だよ。よし、乗るぞ、ナタリア。この曲知ってるのか。嫌な感じがする。クソ、ライトが。こんな時に。アレックス、なぜだ？なぜそこまでナタリアを？